法令カバーできる範囲というのが目まぐるしく変わっていく、デジタルテクノロジーですとか、また昨今のサイバー犯罪の状況、こういったところを鑑みにですね、追いつかない部分というのがございます。そういったところで言いますと、喫緊の課題、また、細部にわたるところのですね、状況の把握、また全体の基本的には、意識性の方向性、こういった規制の方向性ですね、こういったところは、やはり業界の団体をもって、自主規制として進めていくところというのが非常に簡易なところではないかなというふうに考えているところでございます。またそういったところで申しますと、利用者保護の前提に立ちますと、顧客を守るということの中ではどうしても各業者という部分は、業績また顧者の利益を追いかけていく部分もございますので、そういったところがですね、業界団体として、一律に、業界全体の、自主規制という形で、利用者保護、また、業界の中で守っていくべきルール、そういったところのコンセンサスを増し続けるというところはとても大事なところではないかなというふうに考えておりまして、そういったところではもちろん、前提に資金決済法はあるわけでございますが、それを踏まえながらですね、業界全体がですね、自主規制というところの、行動規範また倫理観を持ってですね、行動すること、こちらの方が肝要なことではないのかというふうに考えているところでございます。今年現時点でですね、11月中には20名強のスタッフを、当団体は当協会はですね、体制として整える、形になってきます。また必要であれば、今後も、増員をしながらですね、しっかりとした自主規制を機能させていく、そういった所存で臨みます。そういった部分で言いますと、各業者の処分が相次ぐ中ですね、独立公平性を持った形の自主規制機能が、しっかりと発揮される、こういったところの観点からですね、業界全体がやっぱりそのプレゼンス存在感であり、また業者それぞれのですね、お手盛りならやっぱりその対応ではいけない部分もですね、しっかり協会として、規範を揃え物差しを揃えていく、そういったところの中でですね、業界全体の質を上げていきたい、そういうふうに考えているところでございます。現在ですね、当協会でトロパの職員、これも5、6名はより増えていく見込みでございますし、そういった方々の間には大手の金融機関でコンプライアンスを担当していた方、リスク管理を担当していた方ですね、がおります。プロパーが10名ですね、10名程度おります。で、5、6名程度ですね、監査法人さん、それから、大手 の, 証券会社さんからの出向という形でも受け入れております。そういった方々も金融機関の監査の経験ですとか、コンプライアンスの経験だったり、リスク管理の経験、そういった経験をお持ちの方々を、今協会の方で事業として整えているというところでございます。これに加えまして、リスク管理ですとか、あるいはそのテクノロジーにですね、ある程度精通していく、そういった人材も今後整えていきたいと考えております。そういった中では外部の知見も活用して人員を整えていくというふうに考えております。まずテック利用者に関しましては、すでにフィスコさんの方に事業承継、こちらの方が発表されている、状況にあるかというふうに思いますが、具体的なその時期ですとか、期間ですね、これがいつ程度になるのかというところ自体を、まず把握、させていただいた上でですね、必要であればテックビューローという会社に対しての協会からの検査、こちらの方も行いたいというふうに思っております。つまるところ、現在 のテック利用者が既に事業承継を発表されておりますので、引き継ぎ先になるだろうところとの連携、ここの有料期間がどれぐらいあるのかということの中で、利用者保護として、我々がしっかりとですね、テック利用者の点検に入る必要があるのかどうか、ここを確認していただく必要があるのかなというふうに思っております。発表ないという話につきましては、お社の事案でございますので、説明できる話によってはプレス技術が出てくるということなのかなというふうに思いますが、当然でございます。承継先のフィスコ様に関しましては、フィスコ仮想通貨交換所の方も経営なさっておりますし、また、ご対談しますのはフィスコさんですね、こちらの方は上場企業でもございますので、そういったところのですね、記者会見、IR 等といったところで、状況はいつか
私もまだ把握できていないところでございますが、こちらとしてきちんとご説明をされていくのではないのかなというふうに考えているところでございます。会議収支につきましてでございますが、今決まったということではなく、7月29日に、自主規制規則の、去年の大部分を決定する理事会の方を、当協会の中では行っておりますが、そのタイミングでですね、二種会員という形の中で、登録仮想通貨交換業者ではない、これから仮想通貨交換業に参入をしようという、新規のですね、申し込み業者様、また、期間としてはもう異なくですね、解消されていく形になろうかと思いますが、一時的に存在しておりますみなし業者様、こういったところですね、協会の枠組みとして、正規の登録業を持っている業者でなくてもですね、しっかりとコンセンサスを、発揮できるようにということの中で会員の中に加えていく、ここを前提とした形の会員集ですという形になっております。まあ、そういった意味ではですね、160社でございますか、当局の方にはですね、多くの仮想通貨交換業を申し込む、業者さん、会社さんがいらっしゃるというふうにもお聞きしておりますけれども、そういったところのですね、申請内容ですとか、あるいはその業務に対してのですね、実態状況の把握、こういったところをですね、当局と連携しながらですね、事前に、私の協会の方でもですね、把握したり、また、新規の仮想通貨交換業のですね、登録の、お手伝いというところまでいかないと思いますが、アドバイスであったり支援、こういったところをさせていただく、こういった機能もですね、東京会のものとして担ってまいりたいというふうに考えているところでございます。第3週につきましては、現在その、会員のですね、受け入れ状況というのはまだ詳細に定まっているところではございません。もともとですね、東京会設立の時点でですね、必要性といいましては、仮想通貨というのは、技術、すなわちブロックチェーン周りのものとは不可分な部分があるということの中で、単純な、資金決済法の会員種別、ここだけは設けるわけではなく、技術的な部分に関して、会員を受け入れていく、そういう措置もしっかり作っておいた方がいいということの中で定められているのが3種会員という種別でございます。具体的に申しますと、資金決済法には定義されておりませんが、ウォレットだけを扱う業者様ですとか、そういったところもですね、今後どうするんだというところは、いろいろ検討しなきゃいけない事情がございますので、そういうところを含めまして、3種会員という形で現在位置づけさせていただいているというところでございます。どういった会員をどういうふうに受け入れていくか、またその時期についてはというところにつきましては、今後の課題ということになっております。オンラインで管理する仮想通貨の上限設定ということを、もともと何時間あたり送金するようにして、5社で設定してくださいというルールを作っていたんですけれども、これは規則のですね、目線として、ガイドラインにおいて、この上限というのを 20% にしてくださいということを、議論の結果、定めさせていただいております。ただ、20% というのはあくまで上限であって、5社においてリスクベースで仮想通貨の管理状況を検討していただいて、5社においてそれ以下の水準で定めていただくということになっています。で、またですね、先ほどおっしゃっていただいたその、国債など安全資産という話だったと思うんですが、そちらに関しては財務管理に関する規則というですね、別の規則においてですね、オンラインでオペレーショナルリスク管理の一環としてですね、オンラインで管理する仮想通貨のですね、リスクに見合った純資産を置いてください。それをきちんとその、仮想通貨 の、 そのリスクに見合ったその仮想通貨自体をコールドウォレットで保管する、あるいは預金であるとか国債であるといった安全資産で保管する、そういった形で利用者保護の観点から、きちんと、仮想通貨の返還であるとか賠償といった形ができるようにしてくださいという規則にしております。しております。お答えさせていただきます。ホットワレット上限制限だけをですね、実行すれば交換業者の安全性が保たれるのかというところにつきましては、課題としているところがやっぱり多くございまして、そういったところで申しますと、暫定措置として、必要であるホットワレットに、
対策でももちろんのことであるんですけれども、セキュリティですね、技術面の安全管理対策、こういったところをより、ですね、協会の中で強化していく必要があるのかというところを考えているところでございまして、まあ、そういったところで申しますと、こちらのペーパーの方にも一部書かせていただいておりますけれども、技術委員会等ですね、外部の有識者を含めてですね、セキュリティの強化については今後、まあ、早い段階で議論をしていきながらですね、知識規則に関しましてのアップデート、また必要であればガイドラインの整備、こういったところもですね、行っていきたいというふうに考えております。ですね、ホットワレット制限というのは今回 の流出事件を受けた暫定対策であり、まずはまあ、必要以上に危険なところに置いておかないことということ自体を決めておくだけでございまして、本質的なところがセキュリティであり安全対策、こういったところなのかなというふうに思っているところでございます。市場流動性の重要性みたいなところも少し、私の方からはコメントさせていただきましたし、また、一律にですね、まあ、倍率を決めるというのもですね、今後の仮想通貨のバラエティの中で、慎重に検討していかなければいけない事案なのではないかなというふうに考えるというところも、ご回答もさせていただきました。当面のボラティリティ、あるいは仮想通貨の変動状況を見ながらということの中で、知識性規則の中では、根拠を持ってですね、当面4倍、または、会員自身が選択する水準の、選択利用、これは1年限定暫定措置でございますが、こういうふうにさせていただいております。今後の仮想通貨の研究会ですね、そういったものも含めまして、内外の議論をしっかり踏まえた上でですね、知識性規則、こちらの方の水準の見直し、こういったところにつきましても、業者の皆様が全部集まってですね、しっかりと議論、見直しの方を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。副会長職を、進めておりました、2名ですね、こちらの方が副会長職を辞するという状況に至っておりますが、交代の方はしておりませんで、そもそもその理事の、ままで、ございます。副会長を、辞任はしておりますが、理事自体は、当時の段階でもとどまっていただいている、ところでございます。まあ、各社と申しますと、まあ、ビットバンクさんもビットガイア様も、業務改善命令というような状況でございまして、業務上の業務停止命令、また、登録取り消しというような事態には至っておりません。ただ社会的なやっぱり状況も受け止めということの中で、やはり業界を、推進していく部分のですね、副会長職から自ら、降りていただいたというふうに認識の方をしておりまして、そういったところで申しますと、ビットバンクさんのビットガイア様の、知見、また業務ノウハウ、また抱えていらっしゃるお客様の状況、こういったところも踏まえますと、まあ、業界も大手であるということ自体も間違いございませんので、まあ、そういったところで申しますと、有効な知識性を発揮し続けるということのためにですね、現在理事の職にとどまっていただいているというところは、歓迎するべきところなのかなというふうに考えておるところでございます。理事改選というのはですね、期中では行われない状況でございまして、個人で就任するもので、ございます。最初に、登録交換業者の、代表者が、個人としてその理事に名前を連ねると、一般社団の、まあ、通常の形でございますので、まあ、そういったところで申しますと、時期改選の状況ですとか、そういったところも踏まえ議論していく必要がございますが、現時点では、非常に有効に、機能し、また、ご示唆ご意見いただいておる理事様であると、皆さんもよくやっていただいております。積極的に会話にも参加していただいておりますし、議論の方もしっかり活発にできている状況でございますので、現時点で理事会また理事としてということでしっかり機能していただいておるというふうに認識しておるところでございます。記者会見をするかどうかということ自体が、その社会的な説明責任を果たしているかどうかということに、直接リンクしているかどうかというところについては、必ずしもイコールだというふうには私自身は思っておりません。ただ、これだけの事案になっておりますので、社会的に説明責任がある、ということ自体は間違いないというふうに思っております。監督官庁がある、登録仮想通貨交換業者でございますので、そういったところで、ございますと、まあ、事件でもございますし、あるように、警察当局の捜査等も、まあ、盗まれた側ですね、
として捜査の対象であり、機密事項になっていることもあろうかというふうに思いますので、どの段階でどれだけの情報を、説明責任として果たすのかというところにつきましては、それは判断が非常にデリケートなところなのかなというふうに思っているところでございます。いずれにせよ早い段階で、しっかりと、どういう状況が起こったのか、どういうことなのかというところにつきまして、説明責任を果たしていただきたいというふうには思っておりますが、そういったところで申しますと、すみません、前段の1月のポリティック様と一緒にしてはいけないんですけれども、それでもポリティック様の部分 の, 状況がつまびらかに ある程度説明責任を果たしたのも、1ヶ月強の時間が経って、という状況でございまして、彼らは別に流出したことが発見できた当日に記者会見をやっておるわけでございますが、やっぱりその時点でやっぱり把握できている情報も彼ら自身がやっぱりなかったことを考えればですね、状況の整理ですとか詳細な情報把握、また捜査ですとか当局への報告、こういったところの関連の中でですね、時間があると前後するというところ自体は致し方ないところなのかなというふうに思っているところもございます。その上で、お聞かせします。説明責任を果たすということは、当然、利用者からもお金を預かっている当局の創設から告発者だとして、説明責任を果たすこと自体は大事だと、ふうには思っております。昨年末年始にかけて仮想通貨は非常にブームでございまして、中和の過剰投機と申しますか、乱高下の対象になったわけでございますが、仮想通貨の本質はマネーゲームではございませんで、今後やっぱりその未来の中でですね、ブロックチェーン技術とは切っても切り離せない形の中で、デジタルのイノベーションに不可欠なものだというふうに私は考えております。そういった部分で言いますと、今後やっぱりそのデジタル社会をしっかり作るためにもですね、いわゆるそのネット上で扱われる、デジタル通貨、の価値変動が伴いますものは現時点では仮想通貨というふうに簡単に作ってしまえば称するわけでございますので、こういったものがですね、健全にやっぱりその利用ないしはその実用的なやっぱりその、ものが進んでいくことを心から願っておりますし、そういった部分で申しますと、マネーゲームの対象ではなくですね、今後しっかり実用として利用される仮想通貨、こういったところのやっぱりその法定通貨と、仮想通貨ですね、そこのやっぱりその交換を担う業者が仮想通貨交換業者であると、いうふうに位置づけて、私はその必要性であり、ここで記者会見させていただいている立場を取らせていただいているつもりでございます。今後のやっぱりのために必要なものは仮想通貨であると、ただのマネーゲームではないと、いうふうには考えておりますので、そういった中で健全な仮想通貨の市場が発展していくことをここを願っておりますし、一般業者の皆様に対しましては、そういったところの中でですね、交換業者にしっかりと安心して、仮想通貨を預けていただけるような、そういう状況を作り出したいというふうに思いますし、一連の事件に見るような状況の中でですね、業界、業者のですね、信頼回復、ここをしっかり図ってまいりたいなというふうに思っているところでございます。少なくともその、破綻してですね、利用者に財産が返れない、返らないですとか、返ってこない、潰れちゃったという、そういうことには、現時点でなっていない状況でございまして、お客様からお預かりしている仮想通貨、こちらに関しましても、業者としてのその利用者保護であり、債権債務関係自体は、現時点ではですね、不移行になっていない、状況であると、いうことで申しますと、顧客がその被害を被った部分というのはですね、ある意味その限定されるんですね。片仮名その、業者様の中からですね、サイバー犯罪によって、資金が流出したということ自体もこれは事実でございまして、そういったところで申しますと、業界の信頼を失墜するような状況に、ありましたし、一般業者から見て大丈夫なのかと、交換業者にお金を預けておいて大丈夫なのかというところのやっぱり不安を募ってしまったと。というところは、これはやっぱり問題であるというふうに思っております。狙われやすい状況である仮想通貨であるのかもしれませんが、それをやっぱり言い訳にしてはいけないわけでございまして、一般利用者から、財産を預かり、または取引をしていただく、登録仮想通貨交換業者としてという視点に立つのであれば、その中のですね、経営であり、運営であり、あるいはその安全管理、こういったところが
潤沢に、十分にできているということ自体は、利用者の方を最優先とするのは当然の話でありまして、こういったところの信頼を、回復するべくというところの中で、しっかり取り組み続けていく、そういうような状況が求められているところかというふうに考えております。